こんばんは。そう、ネイル変えました。こんな感じ、キラキラ、白キラキラです。今日はあの七瀬とあやねちゃんとあのランチしてきました。めっちゃ美味しいパン、なんか朝ごはんみたいなランチしました。はい、七瀬とは会うの久しぶりだったね。ちょっと久しぶり。そう、ちゃんとなんかご飯行くみたいなのはもうめっちゃ久しぶり。なんか公園とかに奈々ちゃんが来てて、誰かの卒業公演とかそういうのでまあちょっと会うとかはあったけど、そう、あやねちゃんは毎日会ってる公演でも一緒やし、レッスンも一緒やし、でお休みの日も会うしみたいな、もう1週間連続で会ってる気もするそう、なんかでも奈々ちゃん卒業して8月で1年経つって言ってたんですけど、なんか全くそんな感じがしなくて、今もなんかメンバーのような感じ。はい、あっという間ですよね。そうなんですね。だってさっき年明けたばっかりなのにもう6月突入して梅雨入りするし、してるかしね、早いよね。まあ、最近はもう結構公園に出てる印象なんですけど、この前今日は誰に恋をする公演でシンポジしたんですよ。見た？スニーカー推しの皆さんはまあちょこっと入っていらっしゃいましたけど、あのあんま当たらない公演って言われてるんですけど、ちょこっと入ってくださってまして、シンポジだったので、あのいつも一人思いっていうユニットやってるんですけど、あの前はタブーの色をしました。あのねシンポジ16人の公演のシンポジは結構久しぶりに覚えたんですけど、楽しかった、結構新鮮で。本当は臭いものだらけっていうユニットをする予定だったんですけど、なんか違う風になってタブーの色になったんですね。でもずーっと動画見て、なんかレッスンとかもないから一から自分で起こしてやったんですけど、タブーの色って2人で成り立つものだから本当に大変で、もう相手がいないと無理なんですよ、どう考えてもね。見てもらったら分かるんですけど、どうやって手つないでんのかなとか、こう動画をこうやって拡大してね、めっちゃ見たりとかしてやったんですけど、なんとか
終えまして、そう、しかもサビが何回もあるから歌詞も難しいし、なんかややこしい脳トレ曲ですごく苦戦したんですけど、でもね、大好きなせいちゃんとユニットできるって思って頑張りましたね。さすがにそう迷惑はかけれないと思って必死に覚えました。はい、でもせいちゃんがなんか安心感すごいって言ってくれて、あ、よかったってホッとしました。ユニットだけ緊張したけど楽しかったですね。次の誰恋公演はいつか分かんないんですけど、私出る日ポジションも分かんないですけど、そう、またいつか私のファンの皆様にあのね見てもらえたらなと思いますね。なんか多分の色のポジションの方が髪質もまんべんなくいくので、まあいいなと思ったんですけど、一人思いっていう曲結構好きなんで、どっちも好きですね。やってみて、なんか割と自分のいつもやってるポジションはあのずっと下手の1列目にいることが多くて、基本前の方に全体曲は入れたりとかするんですけど、タブーの色の方は AKB 参上でセンターがあったりとか3列目も多いけど、なんか割とまんべんなく上下も花道にも行けるし楽しかった。なんか全然真逆の振り付けとかだから、あのめちゃくちゃ面白かった。覚えるのがこんなことやってたんだとかね思って、そう、なのでまあいろんなポジションどっちかまたやっていくと思うんですけど、皆さん当たらなくてもめげずにお申し込みしてください。はい。心折れないで。で、明日は僕の太陽公演。昨日も僕たちだったんですけど、昨日はゲストで、あの、梅田彩香さんが来てくれました。逆上がり、もうそれすごい楽しみで、楽しかった。梅田さんとはあの事務所のなんか忘年会的なやつで一瞬ご挨拶させてもらったんですけど、本当にそれ以来だからもうほぼ初めましてみたいな感じでした。僕隊お立ち台行ったらセリちゃんファン大量にいた私僕隊は一つのポジションしか覚えてないんですけど、僕隊は上手なんですよ。でみんなビンゴの順番悪いとあの上手のお立ち台付近が人気で、この前本当に白いペンライトが上手の後ろの方でめっちゃ光ってて、なんかみんなビンゴ悪くておもろいって思った。いや悪いっていうかあのビンゴの順番良くてもあそこに行ったのかなっていう人もいると思うけど、本当に
上手のお立ち台付近が白すぎてペンライトが本当にあの可愛いって愛おしいって思いましたみんなあそこにいるんだもんしかもお立ち台は割と見えるんですよね、全体見渡せるから穴場っていうか結構いいよね、柱に、まあ、隠れる時もあるけどポジションによってでも大体見えるやん全体が、だからまあいい気はするんですけど、そうちょっと笑っちゃったよね、ね、嬉しいなと思って、ちゃんと私の言う通りに神手あのに来てくださっててそうそうなんです、で昨日はね梅田さんが来てくださったんですけど、あのチームトラスターなので、あの佐穂さんと3人で TikTok も撮らせてもらって AKB の公式の方に載ってるので、まだ見てない方は見てくださいね。そう実は事務所一緒で大先輩です、トラスター。上田さんがトラスターはいい事務所って言ってたんですけど、その通りその通りです。そうなんか綺麗でした、すごくすごいなんか低姿勢な方で、なんか可愛くて面白くて、そうそう初対面ではなかったけど、そうでもちゃんとお話ししたのは昨日が初めてなんですよ。そうまたねお会いできた時はなんかおしゃべりできたらいいなって思いますね。劇場にサイン書いた、書きました、でっかくマカロンちゃんのサイン書いてるので見てくださいませ。で今日はまあいつも通りおしゃべりしてもいいんですけど、まあなんかなーと思って考えたんです、私のスキンケアコスメ紹介セリちゃんチューブみたいなことしたいと思います。いやなんかもう最近何してるかなと思ったら公演しか出てなくて、あグラビアはもうすぐ多分発売されるんですけど、あそれはまあ一旦今度告知するから置いとくやんかってなったら、えでも 何話そうと思ってショールームするって言ったのはいいけどね。そうでもまあみんな興味ないかなと思ったけど、最近はメンズもメイクするじゃないっていうか、メイクじゃなくてもスキンケアとかは大事じゃない。で私のファンの方ほぼメンズなんですけど、あの私のスキンケアを参考にしていただけたらなと思って、はい今日は張り切っていきたいと思います。ぜひ私のスキンケアメイクを参考にしてくださいじゃあ始めていきます笑ってしまう、すいませんね。じゃあまずスキンケアなんですけど、私がいつも使ってるパックを紹介したいと思います。こちら毎日つけてます、シカレチエマスク
ですね。こちらです。あの肌荒れとかに効くお肌のあの鎮静成分が入ってるパックなんですけど、これは毎日しても良いやつなんですけど、毎日のスキンケアできめ細かく引き締まった美肌へ導くシートマスク、これはメンズも真似した方がいいです。これめっちゃいい、一緒の使ってるって。そう、これすごくいいんです。マジおすすめ。お風呂上がりに化粧水塗った後にするんです。もう普通にパック、そうおすすめこれで。このパックの前にするのがこの化粧水、これいただいたんですけど、あの使ったことあって、もうすごくいいのでもう紹介しちゃいますね。前から結構好きなやつなんですけど、このディオールの美容液と化粧水と、これを毎日使ってたら、あの顔がなんかトーンアップした気がする。すっぴんでもトーンアップする感じがします。この美容液とこの化粧水は前から使ってて、あの知ってたんだけど、このクリームいただいて、あの使ったらめちゃくちゃ良くて、あのねピリピリする、なんかなんでピリピリするかわかんないんですけど、なんかねいい気がする、すごく。うん、だから絶対リピ買いします。これはあのピリピリさせてよくしていくみたいなお肌を、なんかそんな成分が入ってる気がします。まあこれが夜のスキンケア、私のって感じで。メイク前のパックはこちらを使っています。あの吉田あかりさんがプロデュースしてる B アイドルっていうあのコスメのあれのパック、メイク前はこっちにしてます。これは引き締め成分もあって保湿もされるし、なんか引き締まるらしいし、めちゃくちゃ化粧水っていうかあの液がヒタヒタなので本当に保湿効果あるし、今もやってるんですけど、やってたんですけど、あの保湿されて乾燥しなくなって、おすすめこちらパック。これメンズもメイク前おすすめです。まあスキンケア、これ私の。あとはまあまつげ美容液とかは塗ってるよみたいな感じですね。じゃあベースメイク言っていきますね。あのいろいろ言いますけど、ちゃんとなんかメモしてね、あ、ちゃんとメモしてやってください。ポンポンいきます。でベースメイク、最近はあのこちら買ってみたんです。ウォンジョンヨのアクアブループライマー、化粧下地なんですけど、こちらはあの化粧水パックの後、メイクを密着させるあのベースメイクなんですけど、下地の前に使うんですよ。そしたらなんか崩れにくくなるらしくて、夏は汗とかかいてあの崩れやすくなってるみたいなので、あのこれで、私も踊ってる時よく汗かくんですけど、でも汗をかいてもこれを下地の前に塗ることで、あのめちゃくちゃいい。これスプレーじゃなくてクリームなんですよ。こんな感じのクリーム、もう超サラサラ、サラサラではない、しっとりするんですけど、あのなんていうの、これも引き締め成分が入ってて顔小さくなるんじゃないかなと思って使ってます。こちらおすすめで、この後に塗るのがこれ
クレードポーボーテ、これマジでよくて、あの神様なんですね。これもう半分もないぐらい使い切っちゃってるんですけど、あの本当に良い、あの神様、あのこれがあれば崩れないっていうか、これなくても正直これだけで崩れないんですけど、あの下地です。ていうか私今日これしか塗ってない、今日ファンデーション塗ってなくてこれなんですよ。そうマジで良くて、でなんかこのエレガンスのね紫のトーンアップの下地と混ぜてこれ使うと本当にファンデーションいらないんですね。顔も明るくなるし、これはもう絶対崩れないから、これだけで使うとちょっとあの乾燥しちゃうんですよ。私はトーンアップベースだけだとなんか本当にカサカサしちゃうんですけど、これがあることによってもう本当になんていうの、崩れない、崩れ知らずみたいな、マジで神、このセットは神様なのでみんな覚えといた方がいいです。でその後に塗るのがあのコンシーラーですね。ディオールの一番白いコンシーラー、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーって言うんですけど、あのマジで白いんですね。これ本当に白くて、あのハイライトの下地こことか、あの一番際立たせたい部分とかにも塗れるし、あのすごいもう使い切ってる感すごいんですけど、あのクマとかも隠れやすくなるしみたいな感じで、マジで白いんですよ。私の肌より白い。ほら見て、この綺麗さ。コンシーラーってなんかパサパサしちゃうんですけど、ものによって。でも白いけど肌なじみはする、綺麗に乗ってく馴染んでくれる。あのなんかあのお肌を明るくしたい時本当にめちゃくちゃおすすめこれで、まあ、基本私はあのお出かけするだけの日とかはもうこれでベースメイク完成するんですけど、あのステージに立つ時とか撮影の時とかはあのこちら資生堂のですねこれ使っています。なんか美容液ファンデって話題になってるこれなんですけど、あのカバー力はあんまないんですけど、しっとりするし崩れない、崩れにくい、崩れてもすごいしっとりするんでガチでおすすめです。あのすごいねツヤツヤって感じします。なんか素肌が綺麗な人に見えますこちら。元から肌綺麗な人、そうリキッドファンデです。美容液がもう大量に入ってるファンデーションなんですけど、これはすごく好きですね。軽いつけ心地って感じかな。ベースメイクはこんな感じで、その後に塗るのは、まあ、シェーディング、あの小顔に見せるやつですね。シェーディングとかあとねパウダーも塗るんですけど、最近パウダーはイニスフリーを使っています。あのエレガンス あのパウダー使ってたんですけど、なんかすぐなくなるんですよ。1万円ぐらいするのにそのパウダーすぐなくなるんですね。だからもうパウダーププチプラにしようと思ってイニスフリー買ったんですけど、めちゃくちゃあのいい、あの赤ちゃんのお肌みたいな
サランサランになるんですよ。なんかツヤ肌にしたいんですけど、マットにしたい部分はマットにしたいんですね。そう、ツヤとマットのバランスが大事なんですけど、そう、これすごくいい。であとは、そうですね、あ、ユーピンクのあのゆきりんさんがプロデュースしているユーピンクのコスメも使っています。こちらおすすめです。これもよく使う。あとハイライト、ハイライトはこれおりんちゃんがくれたんですけど、あのこちらのハイライト、あの液体のハイライトなんですけど、これは粉のやつで、これ液体バージョンなんだけども、なんか綺麗なキラキラ感です。すごくなんか見て、このハイライトめちゃくちゃステージ映えする。見てください、このキラキラ、じゃーん。おりんちゃんがくれたんですけど、おりんちゃん自分でも買ってたから、あの本当にいいんだと思います。めっちゃライブに使える。あと粉も使ってます、よく。はい、で眉毛はセザンヌプチプラ、超プチプラ使っていますね。はい、であとは、あ、眉毛はこのエレガンスのペンシルもよく使います。ペンシルタイプとふさふさのやつついてます。であとはね、眉マスカラは髪色に合わせて、今はこっち使うことの方がいいんですけど、ケイトのピンクっぽい髪色になった時はこっちにして、今ちょっとあの普通のブラウン系なので明るめの茶色にしていますね。髪色に合わせます、眉マスカラは。そうだから毎回こういうたくさんのメイク道具を持ち歩いてるおかげで、小荷物美人になれないんですね、あのお仕事の時って。お休みの日はもうこんな小さいカバンで行けるんですけど、本当にね、荷物が多くなっちゃうんですけど。アイシャドウはあのさっき見せたユーピンク、ゆきりんさんのやつと、あとね、ママが買ってくれたトム・フォードのあのこちら、この鏡、このピンクオレンジみたいなこのアイシャドウ使ってて、で最近ね、あのめぐちゃんとあやねちゃんとグリークヨーグルト食べに行ったんですけど、その帰りにお買い物したんですよ、3人で。でデパコス見てたら、すごいなんか可愛いアイシャドウに出会っちゃって、あのインスタに載せたんですけど、配信で見せるのは初めてなんで、こちらです。見てください、この755って色なんですけど、あのすごく今もねつけてるんですけど、うん、なんかわかるわかりにくくてごめんなさいね。ピンクブラウンみたいな
大人っぽい感じになります。なんか普通にお出かけする時のメイクにもいいし、キラキラだからステージ映えもするし、ガチでお気に入りです。これ他の色も欲しいぐらいマジで可愛い。本当にで、あとはスナイデルビューティーのこのキラキラはもう前からおすすめしてるんですけど、本当にいいです。このキラキラ本当に良くて、特にこのピンクが好きなんですけど、なんか前も見せた気がする。見て、伝わるかなこのキラキラ、ほらこれです。すごくない、このこんな綺麗にキラキラすることあるってぐらいキラキラなんですけど、マジでキラ、スナイデルのコスメは本当にキラキラが綺麗なんですよ。だからね、ステージにぴったり、ステージメイクとか、なんかライブ、誰かのライブ見に行くときとか、なんかディズニーとか、そういうちょっとキラキラさせたいってときにめちゃくちゃ活躍するコスメです。でマスカラはあのコネリガンスの下地とワンジョンヤのマスカラ使っています。まつげは私マツパしてるのでビューラーとかは使わず、普通にこれをあの適当に塗るんですけど、あすごくいいです。勝手に束感作ってくれる2つです。であとリップ、あチークは最近これ紫外線気になるので、あのアリーのあの薬局とかに売ってる部分用日焼け止めジェルっていうピンクのこれ塗ってます。これをチョンチョンチョンって塗ってスポンジでぼかしています。スポンジはあのアンドビーのこちらの卵スポンジ使ってます。これを洗って、使ったら洗ってって繰り返してこれを使っています。これはスポンジケース、ここに収納しています。であとはまあリップはあメイク終わったらね、このメイクキープミスト使ってます。これも薬局で安く売ってるんですけど、これ最強です。メンバーもみんな使ってる、コーセーのメイクキープミスト EX 振って使うんですけど、って感じ。あとリップはティント系でいくと、このこれですね、ロム&の、あパンダついてるロム&のこれなんか有名なやつ、ロム&デュイフルウォーターティント、こちら使っています。あとねこれもまあ良かった、でもなんかまあ普通、これはでも重ね塗りしたくなっちゃうやつ、これを上からつけて使っています。で普通のリップ系でいくとこういう感じのディオールのスティック系のやつ使っています。この色ディオールアディクトリップスティック980タロット、色これはこんな感じ、これはなんか日本韓国のコスメなんですけど、日本限定の
桜色これですね。でこれはこんな感じ。だいたい私のリップ色似てるんですけど。でね、これいただいたんですけど最強でした。この新作のやつ、保湿のやつ最強。これももらったんですけど、これもめちゃくちゃ良かった、最強で。私がもうマジで今最強なリップこれなんですけど、これ本当に良くて、あのツヤツヤ見てください。これ人なりでこんなツルツルになるんですよ。あの本当に神様、神様リップです。手につけたらこんな感じなんですけど、あやねちゃんにも、あやねちゃんと七瀬にも今日おすすめしました。これ超おすすめ。うん、ツヤツヤ。昨日もこれで出ました、公園。ちょっとまあ色薄かった気もするけど、でもまあいい感じ。塗りたては結構濃い感じなんですけど、なんか馴染んでくる気がする。そう、そうなんです。あ、色何番、これはね B05。 うわ、韓国語なんだっけ。あの 70% の方ですね。なんのって感じやけど、あの B05 です。あの C から始まるやつ、キャンディーじゃない方の C から始まるやつの色。すいません、あ、ん、クラント、この色です。おすすめよ、すごくすごくおすすめ。机の上がすごいことになってますね、今出しすぎ。戻していきながらコメント読んでいきますね。最近の私の毎日使ってるコスメです。言っちゃえば一軍コスメみたいな感じ。でも私本当にこれ毎日本当にこれ使ってる。ステージ立つ時も、あの普通にプライベートの時もほぼ同じメイクなので、私は、はい。そう、いつも同じメイクしてます。たまにアイシャドウの色変えたりとか、髪色変わったらちょっと変えたりもしてたけど、まあ、そんな基本的には同じですよね。あ、アイラインはこれ使ってます、キャンメイクのクリーミータッチライナー02番これです。あとこれ、あのなんだっけ、ラブライナーのなんだこれ、 R4MGR ってやつ。使っています。あとね、本当にキラキラさせたいときはミルクタッチのこのキラキラを塗ってステージに立っています。すごくあのキラキラしますね。メンバーキラキラ大好きなので
みんなキラキラ持ってます。コスメの中を見せてもらうとみんなグリッター入ってる。やばい、メイクポーチが閉まらない。入れすぎ、コスメ入れすぎ問題。たまにカラコンつけるんですけど、カラコンはオーレンズ使ってます。こんな感じ、たまーにつけます。撮影とかではもうつけないんですけど、はい。羽ピンはハンギョドンと、このこちらですね、これです。これもある、サンリオピンたち。マイメロもあるんですけど、あと鏡はシナモン。キリミちゃんはどこって思いましたよね。キリミちゃんはあの洗面所にあります。寝る前につけたりするね。マカロンちゃんのヘアピン作らないの。作りたいですけど、みんな買ってくれるの？だってメンズバカやん。みんな買ってくれるなら作ってほね、作りたいんですけどね、本当に公園につけてきてくれる？てかでもあのメンズもあの前髪邪魔な時あるやん、結構生きててさ。私も今前髪長いんですけど、本当にあのヘアバンドとか欲しいもんね。ピンも欲しいけど、これもいただいたんですけど、これもありますっていう感じかな。あ、髪の毛も紹介しよう。私の髪の毛セット事情、まあ、今日はもうだいぶ崩れてて、あの適当すぎるんですけれども、前髪もあの直してなくてちょっとペタンってなってるんですけど、もうそんな気にしてなくて、あのすごい本気で綺麗にしたい時は、まあ、いつものなんか適当に皆さん持ってるヘアアイロンと、あとねこのケープのマスカラみたいな、これでちょっとパヤパヤした毛を抑える、これで。ストレートヘアの時はこれでツヤを出して、もう天使の輪が見えるぐらいツヤツヤにします。これで、で巻き髪の時はこれを振ってしまうとすぐ落ちちゃうので、巻きがこれニゼルのこれ使ってます。クリームこれ使ってる、おすすめで。ヘアミスト、これはあやねちゃんにお誕生日でもらったんですけど、いい匂いのこれと、ジョン・マローンのこれはあんままだ使ってないんですけど、あのいい匂い、こっちは甘い系のなんていう香りか書いてないかな、パフュームなんて書いてんのこれ、読めへん、
これはジョーマローンの桜。これはもう本当にいい匂い、安定。なんかこれ去年自分で買って毎日つけてたんですよ。だからもうこれがもうセリカの香りみたいな、安定になってる。これすごくいい。これの普通の香水は結構毎日つけてるんですけど、ヘアミストはあんまり最近こっちつけてる。これヘアミスト両方、これおすすめ。どっちもめっちゃいい香りですっていう感じで私が成り立っています。あとはまあそうですね、リップで言うとジバンシーのこの子すごくおすすめ、ルージュジバンシーシアーベルベット16の色おすすめ。でもなんかマットなんでちょっと重ね塗りしたくなっちゃいますね。はい、そうこんな感じかな。あとマスカラ茶色くしたいときはこっちミルクタッチの茶色のやつ使ってます。総額したらすごいお値段いきそうですけど、でも可愛くなるために投資は必要なので、私は結構いただいたものとかが多いんですけど、でもすごくいいので、あの素晴らしいですね。っていう感じ。ちょっとリップツヤツヤすぎる。プチプラ、なんかプチプラもあるよもちろん。でもなんかステージに立つときはぜひいいものを顔に塗って立ちたいなって思うので、あの毎日使うのはあのデパコスが多くなったかもしれない。プチプラもすごく好きなんですけど、割と崩れ方があんま好きじゃなかったりとかして、あのそういいものは見極めて使ったりするんですけど、でもやっぱね、そうなんやかんや見た目とかも含めてあのデパコスを買います。特にディオールめっちゃ可愛いから好きですね。あとそんなにすぐになくなるものじゃないから割と、まあなんか値上げしていってるのはちょっと嫌だなと思うんですけど、でもいいですよ、高いのは高いので。そう毎日使うものなので、そうです。じゃーん、今日からこれでいっぱいお水を飲みます。これはマレーシアのスタバで購入しまして、あのお水いっぱい飲もうと思って、こちらですね。なんだこれ、タンブラーみたいなやつ。うん、こんな感じ。今日の話したいこと終わりました。でね、私これ好きでこれ試供品なんですけど、あの顔にフルスプレー
日中用化粧水なんですけど、乾燥したなっていうタイミングで振るんですけど、マジでいい香り、イプサのこれ、これ最強。なんか保湿もされるし、あのこれでメイクが復活する気がする。イプサザタイムリセットメイクロミスト、これすごくいい。良すぎてもうこんだけしかない、それぐらい好きこれ。でもね、これなんか売ってるんですけど、このサイズ感がいいんですけど、なんか売ってるのがなんかこのぐらいなんですよ。しかもキャップがめっちゃでかくて、半分ぐらいキャップなんですね。だからちょっとそう入れ物と思って、そう内容量とキャップのでかさ同じぐらい半々なんですよ。カバンが小さい民からしたら、本当にキャップの部分小さくしてって思ったんですけど、まあまあ見た目も大事なんで、もう何も言わないですけど、本当にいいですこれは。そうすごく好きって感じかな。皆さん参考になりましたか？なりましたね、ありがとうございます。私もですね、今後また新しいコスメとかめっちゃいいよっていうの見つけたら皆さんに共有していきたいと思いますのでですね、楽しみにしていてください。メンズもメイクする時代が来ています。一緒に美意識高めていきましょう。はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います。はい、13位、トレオヤジアットネイル綺麗です、さんありがとうございます。12位、幻アットセリちゃんのスキンケア真似します、さんありがとうございます、書いてないけど。11位、ヨッシーアットしっかりメモ取りました、さんありがとうございます、素晴らしい。10位、リョウリョウアットセリちゃんのパック買います、あ書いてくれてる、あちょちょちょ、りょうりょうあと昨日誕生日でした、さんありがとうございます、おめでとう。9位、まさのぶあとせいちゃんの今日のイヤリングかわいいね、さんありがとうございます、書いてないけど。8位、ゼファーあとセリちゃんスタバのタンブラーめっちゃ可愛い、さんありがとうございます、書いてないけど。7位、カズ先人アットセリちゃんのネイル真似してもいいですか、さんありがとうございます、書いてないけど。6位、中心アット今日の夜ご飯何食べるの、キュウリと玉ねぎのスープとご飯食べます、そうなんだ、さんありがとうございます、書いてないけど。5位、中心アット明日の2回公演応援してるよ、さんありがとうございます、書いてないけど。4位、マッチンアットセリちゃんタブーの色良かったよ、さんありがとうございます、書いてないけど。3位、赤いゾウさんアット
セリンちゃんの紹介したコスメ全部真似します、さんありがとうございます、書いてないけど。2、アマジの黒ひょうアット日焼けご注意さん、ありがとうございます。はい、そして1位はスイカの種アット、そろそろ夏だからスイカ食べたくなってきたねさん、ありがとうございます、書いてないけど。はい、今日もありがとうございます。喉は大丈夫になったんですね。はい、みんな最近体調崩してますけど、私は流行り出す前ぐらいにちょっと風邪をひいたので、今はもうむしろめっちゃ元気みたいな感じです。はい、元気に梅雨を過ごしております。はい、エリーがシール交換ワクワクしてたよ。あ、覚えてたの。いや、なんかリマインドしないとなと思ってたんですけど、なんと里美奈が公演頑張ったご褒美にシールを買いに行くらしくて、あら、シール交換復活させようと思って、ちょっと一段落しちゃって、シール交換会でもね、シール集めるって言うなら持ってきますよね、そりゃシール帳。明日はシール交換の日です。私はもうシール帳カバンに入れました、さすがに。明日エリーちゃんが初日なんですよ、僕隊意外と。で、そう、揃うので、サホさんは多分いないのかな、だけどまあできるということで、私も楽しみです。はい、次のお話し会にサインシールまたいっぱい入るんでしょ、貼ります。シール買いましたよ、お話し会のために。よりどれだけ可愛くデコれるかっていうのが次のオンラインお話し会のテーマなので、まだ申し込んでない方は絶対申し込んだ方がいいですね。サイン会絶対に来てください。でサイン当ててください。もうめっちゃ平成みたいな感じでデコレーションするんで、楽しみにしててほしいです。頑張る。いつも裏にね、落書きしたりメッセージ書いたりしてるんですけど、まあそれプラスシール貼っていきます、プラスアルファですね。で好評だったら次のオンラインでもやっていくしって感じで、はい、シールもでもなんかキャラクターのやつあんま貼らない方がいいらしいんで、キャラクターじゃないやつを買ったので、ちょっとそれで頑張ってデコレーションしたいと思うので、お楽しみに。はい、あ、私今日ノースリーブ着てますけど、これで外で歩いたわけじゃないですからね。さすがにカーディガン着て出ましたよ、外は。日傘はちょっと小荷物になりたすぎて持っていてないんですけど、でもカーディガン羽織ったんで大丈夫。はいね、そう、これはリリーブラウンで買いました、シルバーのタンクトップ、ノースリーブタンクトップじゃない、ノースリーブのニットのトップスです。これは握手会できました、インスタに載せてます、服フォローしてみてください。はい、日傘は持つ日は持つんですけど、なんか今日はまあいいかな、肌出てないしいいかなと思って持っていかなかったですね、ロングスカートだし。はい、
そう、サングラス探してて今眩しい。でもなんかサングラス、私ここにめっちゃ跡ついちゃうの、メガネの跡だから嫌なんですよ。だからなんかメガネも持ってるけど本当にここに跡つくのが嫌で、つけるならもうずっとつけとくとかにしたいけど、まあね、メガネ慣れしてないからちょっと一日中つけるのしんどくて。そうだってカッコつけてサングラスつけてさ撮ったらここにめっちゃ跡ついてんの、めっちゃおもろいやん、あの跡ついてんでって絶対突っ込まれるんですよだから無理なんですね。でも眩しいからどうしたらいいのっていうお話、本当にそう難しいのだから。そうだからまあ UV カットのコンタクトとかはしてますけど、なね難しいよね夏。帽子かぶってるけど床がまず眩しい。サンバイザー、サンバイザーはなんかあんまり夢のルートの衣装でサンバイザー髪飾りだったんですけど、あの戸惑いましたもんね。どうやってこれを可愛くかぶれと言うんだと思って、あのちょっと気まずかったんですけど、ちょっと頑張ってかぶってましたね。あの当時は前髪潰れるから本当に嫌だってなってたんですけど、まあ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 って感じでも私あんまり髪飾りで帽子を当て込まれることがなくて、例えばせいちゃんとかだったら結構ベレー帽、髪飾りがベレー帽とかが多いと思うんですけど、私はカチューシャかボンネっていうここの小さいやつか、最近デカリボン流行ってるから大きいリボンとかが多いんですけど、あのサンバイザーってさ、まあスポーティーな衣装だったんでポンポン持ってね、まあ、だったんだけど、サンバイザーって思って、そう、まあ、でもいろんな髪型にチャレンジできたっていうことで、あのまあいいんですけど、そう、あの気まずってあなたねはい、ベレー帽はそもそもあんま当て込まれることがなくて、あの帽子の衣装とかがあったらたまにまあ被るんですけど、基本的にはあのカチューシャが多い気がする。私カチューシャかボンネ。帽子は嫌いじゃないですよ。帽子はまあ好き。あのキャップとかよく被るんで。壁車帽子の時あったね。あった。あれよね多分。紅白歌合戦の時に作ってもらった衣装が私ベレー帽だったの。それが初めて、最初で最後、最後がいつか分かんないんですけど、あの最初、多分最初で最後のベレー帽でした。はい、あの紅白の衣装ね、まあそんな感じですかね。
話したいことはまあ一旦今日の分は全部話せたかなと思いますね。ピアスかわいい。あのハンドメイドのピアス集めてて、かわいいの見つけたら買ってます。こう垂れるのが好き。ゆらゆら揺れる。ちょっとこれは長いけど、こんぐらいとか。いやでもこれが可愛いんだよね。もうピアス安定して、もう何でもかんでもいろんなのつけてます最近。引っ張られると痛くないの？うん。あのたまにね、このニットに引っかかんのよピアスが、うわーってなるんですけど、でも痛くない。はい。そう、いいです。ピアス痛くないし、取れないし、最初はつけるのが難しすぎて、めっちゃ苦戦してたんですけど、だいぶ慣れてきた。開けたのはね、今年の私の誕生日ぐらい。え？違うか。もうちょい前。いつやったっけ？でも2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらい前な気がしますね。そう。突然開けたよね。はい。急に開けたくなったんで。開けたいって思った時がタイミングでしょ。やっぱり。イヤリングも、衣装はまだイヤリングなんです。私挟んでるんですけど、ピアス好きになりました。ちゃんとイヤリングでも良かったかなって最初思ったんですけど、でも慣れてきたらあのピアス開けて良かったなって思いました。あの種類も豊富なので、今後いろんなおしゃピアスをつけて、あのおしゃれ女子目指していきたいと思います。はい。そうです。じゃあ終わろうかな。うん、今日は終わります。明日は2回公演です。僕隊、あの来てくれる方は明日会いましょう。来れない方は DMM で、あ VR もあります。お楽しみに。あそう、女性限定公演が夜公演なんですよ。久しぶりなのでちょっとあの楽しみ。緊張するけどね、女子。あの今メンズが多いので、私のファンの方、女子も増やして、あの女子も増やして、あの女子会開きたいなって思うんで、いつか FC とかでね。そんな感じで終わります。でまたあの来週はあのゆったりまったり配信たくさんするので、また来週の配信楽しみにしててください。じゃあ今日もありがとうございました。また会いましょう。じゃあね。おや
やすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。